今朝早く、静岡県掛川市の国道1号バイパスでトラック同士が正面衝突する事故があり50代の男性運転手1人が死亡しました午前4時ごろ、掛川市佐吉科の国道1号バイパスで大型トラックと4トントラックが正面衝突しましたこの事故で4トントラックを運転していた50代の男性が死亡しました 大型トラックの男性は命に別状はありません現場は片側1車線の道路で警察によりますと上りを走っていた大型トラックがセンターラインをはみ出した可能性があるということで過失運転致死の疑いも視野に調べを進めていますこの事故で菊川インターから西坂インターの上下で通行止めが続いています